日本三景松島を訪れる観光客がなかなか回復しません。回復のきっかけとして地元では GoTo トラベルの再開を待ち望んでいます。ソフトバンクの子会社アグープによりますと、松島の昨日1日の人出は前の週の日曜日と比べて 13.7% 減少しました。また県外から訪れた人は 11.3% 減少しています。新型コロナ感染拡大前のおととし11月の平日の平均と比べると 36.3% 減少していて、観光客が回復しない状況が続いています。こちらの土産物店も回復の程度は7割ほどと見ています。これから寒くなって観光客が減る時期を迎えることから、打開策が必要だと訴えます。例年12月から2月末ぐらいまでっていうのが結構閑散期になるので、その閑散期に GoTo トラベルを当てていただくと、松島の観光も、まあ、その人が少ない状況の中で活性化すると思うので。遊覧船はより厳しい状況です。丸文松島汽船では土日の乗客数は平均でおよそ400人と、海外からの観光客も多く、1日1000人以上の乗客がいた感染拡大前の半分以下にとどまっています。去年の秋は GoTo トラベル効果で1日700人ほどの乗客があったことから、 GoTo 再開に期待を寄せています。できることであればすぐにでもやっていきたいのは山々なんですけど、ある程度やっぱり準備とかもあるでしょうし、まあ、松島ですと12月からやっぱりゴールデンウィーク前までは閑散期になるもんですから、その辺の穴埋めっていうのもいいのかなとは思うんですけど、オフシーズンですと GoTo をやっても密になるようなことにはならないと思うんで、その辺は安心して来ていただけるのかなとは思います。